運転席の目の前をにょろにょろとうごめくのは猛毒のハブです。先月二十九日午前七時ごろ。大宜見村に住む四十代の男性と息子の高校生が。軽乗用車で中部方面に向かっていたところ。フロントガラスにハブがいることに気づきました。運転していた男性によりますと。体長は一メートル五十センチを超えていたといいます。ハブとのドライブはしばらく続きましたが。 最終的にはワイパーに押されるようにして名護市のあたりで車から離れたということです県によりますと暑さが和らぐ10月、11月はハブの活動が特に活発になるため注意が必要ですハブに噛まれる被害は年々減少しつつも年間60件ほどの報告があり1ヶ月ほどの入院を要する重症例も数件あるといいます ハブの生態に詳しい沖縄県衛生環境研究所の寺田聖主任研究員は今回の映像について極めて珍しいと話しもしも同じような状況に遭遇したときは絶対に車から出ずに警察などに連絡して撮ってもらうのが安全だとしています。